これと一緒に働いてた、まあ、バーキーラゴっていうところで働いてたんだけど、バーキーラゴってとっても忙しかったんですよね。めちゃくちゃ忙しかったよ。で、ある日、ポップコーンをこの店長さんが用意しろと、お客さんに、まあ、ポップコーン注文が入ったんだね、用意しろって何？ポップコーン注文が入ったみたいな、うん、ポップコーンこうやってたら、ポップコーンの作るこの専用の何、レンジね、レンジからめちゃくちゃ臭い匂いが出てきて、あっためすぎたんでしょうね、それが充満してお店の中に広がって、店長さんがブチ切れて、おい、このポップコーン準備した誰か、クリスだったんですけど、クリスも怖すぎて、これ覚えてるかな、これやすいでしょ、ポップコーン準備した誰かってクリスがゆっくり、そう、ヤスさんじゃなくて、ヤスさん見たんです。いや、俺覚えてます、覚えてる、絶対剣なんですけど、怖いよね。いや、こいつは一緒に働いてる時もなんかマジで怒られるのとか全部何かしにつけ、俺を見てきたんです。あの2年ぐらい一緒でしたね。どうしたらいいんですかって、まあ、分かる、もう1年ぐらい働いたら大体分かるでしょ。だけど、ね、そう、何かあったら、で俺見て、いやー懐かしい。しまいにはだって俺あれだからね、こいつ毎日仕事終わったら、いやさんお腹空きましたね。あそこの店ステーキ食べれますけど、毎日だよな。毎日仕事終わってさ、同じ分の給料しか稼げないんだよ。うん、なのに毎日こいつにステーキおごって帰る。うまいとこがあった今日。そう。でも優しいから出してくる。そんなクリスに、なんかどういうなんかこうオーラがあるというか、うん、そんなクリスに、なんか陽気な、もうなんで陽気な外国人がついてるんじゃないかなとか。あ、クリスの場合は、うん、もともとあの守護霊とかもともと見たことないし、俺も基本的にはその見ない、ようにしてるわけさ、ね、だけど。あの一緒にいる時間がやっぱ長かったせいです、ね、見えたことはあるんだけど、これは本当にさ、生きてる人にもその亡くなってる霊体も寄ってくるわけよ、クリスって。ああ、うん、そう、クリス自体にね、で寄ってくるんだけど、寄ってきてちょっとしたらいなくなる、飽きるってことですか。飽きるのか、思ったよりも人にこいつ興味ないさ。ああ、 それが多分伝わるんだと。おー、俺、それってもしかして幽霊も幽霊でちょっとかまってちゃんなとこってあるんすか。もちろんもちろん。だからなんかクリスの近くにいたら面白そうだなっていう第一印象は、そう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 っていうので近づいてはくるんだけど、意外とクリスって、本当に自分が好きで楽しいなって思ってる時はニコニコしてるけど、それ以外の時ってもうすごい下向いて携帯いじってるんですよ。静かですよね。そうそうそう、見た目派手なのにつまんない時があるんだよ。で、よく考えたら、よく考えたら結局これ先輩芸人でクリス可愛がってる人一人もいないかもしれない。結局これつまんない人だって。第一印象はいいけど、喋ってみたら、まあ、意外とそんな、そっぽ向くから、みんなが離れていくようなイメージ、先輩にもハマらん、幽霊にもハマらんみたいな。そう、だから真面目じゃん、意外と、まあ、この見た目なのに。この見た目で真面目って想像しないもん、こっちも。まあ、リュウタだったら分かるよ。あ、まあ、そうそうそう、トモです。あ、トモさんなんです。忘れてた、そうそうそう、久々に出た、ごめんなさい、ごめんなさい。トモさんは真面目そう、なのにボケたりするから笑ってしまうけど、クリスも俺もそうだけど、見た感じこいつ変なことしそうだなとかっていう見た目があるじゃん、陽気でね、で近づいてきたら意外と真面目だから、なんか見た目の割にそんなにだなって思われることは多分多かったと思う。おお、なんか懐かしいな、なんか何のキーラゴの話とか。もうすごいですよね、濃かったっすよ、あの時ね、あの時の俺の一番のクリスの怖い話なんだけど。お、そう、もうその時もうだいぶ前よ、もうね、何年、10年以上前なんです、ね、そうぐらいだったからさ、もうクリスもこっち、あの俺らの後輩になってで、最初のだから本当に1年目とかの時ぐらいで、その当時もクリスイケイケだったわけ、ですね、で、3期生で入ってきたものの、もうアリンクリンがもうなんだろうな、
入る前から噂になるぐらい面白い、そうですそうです。お前なんか入ってくる前からもう面白いやつ来るよってなってて、本当に？そうそう。最初のネタ見せからブイブイ言わせてるのも見てたから、なんかおもろいなって話をしてる中、クリスがあのバイト先探してるっていうことで、あのヒーラゴに呼んでさ一緒に来てくれて、で一緒に働くことになった頃に、一回働く前に店見ていいですか？来た、はい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 、来たの、これなんで、なんで店で、あ、いや多分下見じゃない、下見っていうのはどういうお店なのかなっていう、どんなお客さんの層なのかなバーッて入ってきて、カウンターで働いてる俺が、おクリス、おごるからなんか飲むかって言ったら、うん、うーんって言いながらバーッとお客さん見たの、そしたらたまたま女の子が多かったのね、そしたら、ヤスさん、ここ女の子多いっすね。やめよ、もうやだマジで。いや、そういう怖さ。クリスかっこいいなと思った俺は。うん、なんで？ちゃんとやっぱそのちゃんとやっぱこう外国の地というか、イケイケな地が残ってるんだ。あんなに真面目そうだったの、うん。そっかと思って。あ、そうだなとか、あの週末とかになるともっといっぱい来るよとか、うん。そうなんすか。ヤスさん、これもし、まあ、あのお店の迷惑じゃないんだったらナンパしていいですかアウト、アウトです、ちゃんとちゃんと許可を取ってきたの俺に丁寧に、うん、ナンパしていいですか、ナンパしていいですか、下見に来るって言ってた後輩が、はい、で、早っ、こんな企画じゃないって今日で俺は笑いながら、いやいや全然できるんだったらどうぞって言うんだら、うん、マジっすか、オッケーっすって言って一回外出たの、出てったの、うん、俺ナンパしないのかなと思って15分ぐらいしてクリスがパッて戻ってきてドア開けてそこにいた女の子にねえねえかわいいね言ってその子が ありがとうって言った後にちょっと一緒に喋らんって言ってそのまま出てってナンパ3秒あれは引いた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 怖い話じゃないさ聞いた話ちゃんと聞いた聞いた話じゃないですかいやーそこまでヤスさんとの関係が、うんまあ、深まってない状態であ、自分覚えてるそういうの見て、うん、聞いたイケイケクリスの時ですよねそう、その時出ていく時のクリスは俺にこうしたからなんかめっちゃ覚えてるわヤスさん、ありがとうございますめっちゃ嫌なやつやし俺そんな後輩いたらマジくらいやつさヤスさんはクリスのことをとっても可愛がってるイメージがありますいや、俺はだいぶお世話になりましたよ、本当に俺はどっちかというとその後輩っていうの俺なんか1期生だからさ、うん、先輩がいない、うんうん、ああそっかそっかそうだから後輩にどうやって接すればいいのかなと思った時に、うん、アリンクリはやっぱチューブの人間だからさ、うん、接しやすかったというか、うん、チューブですもんね、うん、でそのクリスはなんかもうなんていうのすごい変な言い方だけど、うん、もし財布からお金抜かれたとしても、うん、クリスに謝られたらもう許してしまうぐらい愛嬌があったの、うんこれは例えなんか俺どうリアクションするんですか一番やっちゃいけないことじゃんあそう何回かありますけどねなことはないよやないよよかったなその顔で生まれてあざすあざすじゃなくてあざすあざすでもそれぐらい一番やっちゃいけないことされても許してしまうぐらいもう愛嬌とあれでなんか逃れられてた感じの子だったわあざすだけど俺も一応無理はさせてよあのなんか柿をさもう柿出たあのよく出ましたもんね柿がねオイスターバーのお店でもう難しい、うん、柿をパッてこう剥いてパカッてやったら本当に小指の爪ぐらいのさカニが出てきたの、うん、でクリスがその柿のドゥルッてしたやつをもう食べたらビッてなりよったのそしたらなんかいろいろあってクリスにこのちっちゃいカニを食べさせて、うん、リアクション取って SNS にあげようっつって、うん、食べて、うん、クリスがうえってなるそんなキーラゴに遊びに来てね懐かしいかもでクリスを渡したの、うん、で吐くなよ吐くなよって言ってクリスをうわややっさややっさって言いながら口にパッて入れようって言って俺なんかカメラ回した、うん、って噛んでから、うん、ちっちゃいけどカニですねって おぼんなおもろなおぼんなおもろなちっちゃいけどカニですねこれさサムネどうなんのこれちっちゃいけどカニですねでもマジで今だから言ってください、うん、本当にクリスってバイトできなかったっすよねいやバイトはできてたんだ嘘、うん、俺マジでもうずっと申し訳ないなと思うぐらい
ポンコツかなと思ったんですよ。いやバイトはね、それ以上にポンコツな人たちいっぱいいたから。クリスは全然できてたと思うし、マジっすか。お客さんの人気もあったし、なんか愛されそうですもんね、うん、お客さんは。そうそうそう、本当に愛嬌 100% って感じ。うん、だから近づいてきて、うん、うわって喋ったらそんなに面白くないなって言うなよ。幽霊も一緒なんですよ。そうそうそう、一緒な感じで。